それもなく強くなれる方法ないの？あるっちゃあるよ。あんの？何教えてよ。しょうがないな。ついてきな。やったね。ここは今日の修行はここで行うよ。ルールは簡単。ユージが僕をタッチしたらユージの勝ち。それだけ？ああ、準備はいいかい？やろうぜ。よーい、スタート。あれ？どうだろう？友人こっちだよ。まだかな。制限時間終わっちゃうよ。うわ先生、そんなとこにいた。あ、やっと来た。おいで。我々はいいお茶ができたね。うわあ！勝った！え？またかよ。先生、逃げ足早いな。うわあ、先生、クレープ食べてる。なんで？ユージが遅いから原宿でクレープ買ってきたんだ。いただきます。かかれかかれ。わー、早く釣れねえかな。え？ねえじゃん。ユージの趣味はこういうのなのね。若いね。そっち。あとちょっとだったのに。こんな長期戦になると思ってなかったな。古城先生ってどこに行くのかな。しかしどうやったらあの人捕まえるんだ。どこ見てんの。お前な、どうしちゃったの。演説でも始めるつもり。あれはもうチートだろ。仕方ない、こうなったら最終手段だ。ほら待つぞ。領域展開無料空襲。惜しかったね、ユージ。あと少しだったよ。あれ？領域展開？負けたのか。
いつ私の領域に入っていいと言った？お前は触れてしまった。変わってる。少なに変わってる。ごめんね。何勘違いしてるかわかんないけど、これダッチオーブンの入門編だから。キャンプ始めようとし。残念。ごまかした？ごまかした？ごまかした。昨日のクレープだからね。でもさ、うん、1日って言うじゃん、よくケーキって、うん、いけるんかな、まだ。まあ、まあ、クレープは硬いけど賞味期限的にまあまあ、うん、いけんじゃね。生地えぐいからね、コンコンって音するからね。マジマジで。これえぐいからね、これ。例えるなら餃子の皮のパリッとした部分。いや本当に。それ作ったんじゃないかっていうね。いやみさん、マジで昨日やろうとしてたんだよね。で、よし帰ろっかっつって車に乗ったら、あれ、食品サンプルある。サンプルだな、これ言い聞かせて。で、硬いもんね。硬い。ちょ、クリームちょっと触ってみて。じゃあ硬いんです。本当にサンプルなんか硬い。マジで。うわーおーわーいっちゃった。いっちゃった。吹き飛ばされた。屋根から降りるやつやってたじゃんか。うん、もちろん安全にね。ちゃんと何回もそれを繰り返したから、2階に出るのがなんかスムーズになっちゃって。本当に。俺なんかもう結構30分ぐらいかけて出てたよ。30分は盛りすぎだけど、いろいろわざこのコスチューム脱いで、上パツパツだからやってたじゃん。うん。結構でもリアル1分ぐらいは使ってた。ね、板取り有事の場合。いや、土地向こう側、もう断崖絶壁だからね。まあ屋根屋根あるけども、うん、落ちてったらもう超買える。まあ用事ないからさ、戻るけどさ使えるよ、これ今の使えます。ほれナイスキャッチ。完璧、座布団キャッチに成功しました。先生は取っていました、実は。痛い。走れないね、じゃあ。普通に痛い。走れはしないと。そうだね。ああ、これはやばい。えい。またかよ。で、カツラがボロンと取れると一番良かったね。もうやりません。なんでここの衝撃で、この衝撃取れなかんの？千と千尋の絵になってまってるで。呪術廻戦やから、今。ねえねえ、ファンに、五条先生ファンに怒られる。違うって、五条先生じゃないんで、みんな勘違いしないでください。これ五条先生じゃないからね。ないです。ということで、ご視聴ありがとうございました。ユージはね、結構コスプレが似合ってるんだけど、ちょっと僕の方はごめんなさい、うん、あまり教育に悪いことしちゃダメだよ、ユージ。え、何のことですか？いや、あの本だよ。先生読んでたじゃないですか。でもはいけないね。僕の一押しの呪術廻戦なんで、ぜひちょっと見てない人はね、見てください。呪術廻戦で言ったよ。最後の動画と、すべての動画、チャンネル登録してない方からよろしくお願いします。次回の動画見てね。バイバーイ。